皮膚科医の小林智子です。今回も美容科学者の和之助さんをお招きして、前回は化粧水はいるの不要なのっていうようなテーマのもと、ディスカッションさせていただいたんですけども、今回はこれもよくある話で、デパコスがいいのかプチプラがいいのかっていうようなトークテーマでですね、はい、ちょっとお話できたらと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。結構ですね、その近年、SNS とかでデパコス不要論っていうのが特に医者界隈であると思うんですけれども、ツイッターを長くやってらっしゃる和之助さんから見てどうですか？そうですね、はい、常によく出てきますね。そのデパコスは中身がちょっと、実はプチプラと中身はほとんど変わらないのに値段だけ高いんだみたいな言う人結構いたり、逆のパターンとしてプチプラは全然良くないから、私はデパコスしか使わないっていうふうに思ってらっしゃるマダムの方とかも結構いらっしゃるっていうような情報もありますよね。なるほど。私実際ですね、デパコスもプチプラも両方使ってるので、どっちがどっちっていう風ではないんですけれども、デパコスにはデパコスの良さがあるし、プチプラにはプチプラの良さがあるっていう風には思ってるんですが、具体的に言うと、そのデパコス、要はそのポーラさんとか資生堂さんとかって、すごい研究もやってるんですよ。でそこで新しい成分とか、その美容の知識をアップデートしてくれる、本当にもう世界的にも有名な会社で、そういった研究っていうのを進めていく中で、どうしても研究費とかはかかってくるし、そのいい成分が見つかってそれを世の中に知らしめようと思うと広告費もかかってくるしで、ある程度そのデパコスに値が張ってしまうのはしょうがないかなと思っているし、デパコス使う一番の楽しみっていうのはこう気分の高揚感だと思っているので、パッケージもそうですし、初めて開ける時のこのワクワク感っていうのはやっぱりデパコスしかないと思うんですよね。確かに、日本のその研究レベル、化粧品会社の研究レベルって、世界で1位2位を争うレベルなんですよ。1位2位って言っても多分僕は1位だと思ってますけど、フランスか日本か、そうですね、っていうレベルになっているので、化粧品のクオリティ自体もやっぱ世界1位2位を争っているレベルになっているので、その品質を保持しているのが、やっぱりその大手メーカーがかける研究費っていうのは本当に捨ておけない存在であって、研究費なんかかけるなっていうね、これもあるんですけれど、僕も自身も化粧品作ってますが、その化粧品を作ってる時に参考しているさまざまな研究内容、文献とかってほとんどが大手メーカーが過去に研究した内容を僕は収集して、そこから化粧品作るので、この大手メーカーさんって自社のためだけに研究してるわけじゃなくて、そうなんですよね。そう私もそれは最近まで知らなかったんですけれど、いろんなそういう学会がこう世の中にあって、最近そういう学会にもちょこちょこ顔出してるんですよ。その医者が行くようなところじゃない学会、すごいですね。本当にもう基礎研究ですよね。それもね、オープンにしているって本当にすごいことで、それでもう日本全体で化粧品のレベルがどんどん上がっていってるっていうのもありますね。化粧品の業界、不思議なことなんですけど、他業界よくわからないんですが、メーカー間めちゃくちゃ仲いいんですよ。あ、そうなんですね。化粧品って例えばさっき言った私 S 社と、はい、B 社があったとして、 S 社と B 社ともすごく仲がいいし、K 社とかも仲がいいし、 S 社 B 社 K 社仲がいいし、あんまり落とし合うとかないんですね。ほとんどなくて、学会とかで、みんなで研鑽しているっていうような状況で、あいつを落とし入れようみたいなねそんなことするところほとんどないのがすごいいい業界だなっていうのは見てるんですけど、そういう意味でやっぱ研究はオープンにされているし、その分のなんか費用を払ってるんだと思ったら、僕なんかは特に一番恩恵を受けてるような立場っていうのもあるので全然いいんですけど、他の消費者の皆さんもそういう恩恵を実は受けてるっていうこともちょっと。そうですね、確かにやっぱり日本のその化粧品の品質ってやっぱりトップレベルかなとは思いますね。私もアメリカちょっと住んでたので、その時とかやっぱり適当なものを買うんですけれど、もともと肌質が違うっていうのもあるかと思うんですが、それで肌荒れすることも結構多々ありましたし、やっぱり日本のその化粧品の安心感ってやっぱありますね。ちなみにその僕考えてる上ではブログで、前にアンケート取ったことがあって、デパコスとかの高級な化粧品に皆さんが一番求めるものは何ですかっていうアンケート取ったことがあるんですよ。だからそのさっき言ったら高揚感とかだったり、あと安全性、不刺激性みたいなもの、敏感肌的性みたいなものとか、クオリティ、使用感上のクオリティみたいなものとか、そういうのをいろいろ取ったら圧倒的に安全性っていう、意外ですね。
重視する人は分かる、うんうんうん、まあ、これは僕の読者さん自体が敏感肌の方が多いからっていうのは一つあるかもしれないんですけれど、うんうん、まあ、それでもやっぱり結構安全性をメインに求める人って多くて、うん、お値段が高いんだからその分安全性も高いでしょっていうふうに思う人多いみたいなんですけど、はい、ただこの点に関してはデパコスであろうとプチプラであろうとほとんど変わりはないと僕は考えています、うんうんうん、それも私も同じ意見ですね。もうその日本 の, その化粧品の品質のチェックというかってすごい厳しいと思うんですよ、うん、めちゃくちゃ厳しいなので逆に言うと使用できない成分っていうのも海外に比べてすごく多いと思うんですが、うん、それを裏返して言うとかなりその安全性においてはレベルが高いと思います。そうなんですよね、はい、なんかその規制って話をするとこの成分使っちゃダメとかそういう規定の人、うん、例えばヨーロッパとか、うん、ものすごいいろんな成分を使えなかったりするんですが、これって結構市民団体とかの風習が強くてよくわかんないけどなんか論文とかで特定の成分が良くない、はい、ありますね、データが出ました、はい、例えばパラメンとかそうなんですけど、はい、データが出ましたって言ったらデータが出たっていうその一つの情報だけでもうすぐに使用禁止だったりするんですよね、うん、でも実際にはいろんな要素があってそういうデータを出すための、はい、例えばこういうことをしたらこう刺激が強くなるんだとかそういうものもちゃんと試験しなきゃいけなくて、うん、日本ではどちらかというとそういう文献でこう出たからすぐにダメっていうするよりも、はい、もっとちゃんと幅広くいろんな安全性試験してちゃんと、ね、チェックされたものっていうのが使用できたり逆に規制されたりっていう風になったりするので、まあ、その点ではものすごく基準がしっかりしていて、はいはい、安全性面では本当にプチプラ取ろうとデパコス取ろうと、まあ、そんなに違わないで敏感肌的規制がすごく高いものっていうのも別にデパコスの中にはあるし、プチプラの中にもあるしそれはちゃんと製品個々に見ないとダメだなっていう話は、まあ、前から感じてますね。そのあたりはやっぱり誤解されてる方もきっと多いんでしょうね、うん、はい、ただその一つあるのはデパコスとか高級な化粧品の方がいいよって言えるメリットっていうのはいくつかあって、うんうん、まあ、僕が一つ思うのは、まあ、どうしても化粧品製造する場合、まあ、原価コストっていうのが、はい、プチプラで多分販売価格が1個500円はい、化粧品とかだとどう頑張ってもいい成分そんなに好んでいられないじゃないですか。そこですよね。やっぱりその有効成分の濃度とか、うん、そのあたりはどうしてもプチプラには限界がありますよね。限界があります。どんだけたくさん作ったとしてもどう頑張ってもやっぱりその限界が来てしまうので、そういう意味ではやっぱりコストがしっかりかけられている製品の方がたくさんの美容成分を配合しているっていうケースがやっぱり多くて、安全性とかじゃなくて美容成分の豊富さとか濃度とか効果の高さみたいなものを求めるのであれば、うん、やはりそこはそんなにも価格のものを使った方が、そうですね、求めるところはいいですね。なんかよくやっぱり若い方ですとデパコスやっぱり手が届きにくいからもうプチプラしか買えないっていう方もいるんですけれど、まあでも全部をデパコスで揃える必要ないと思うんですね、うん、美容液だけデパコスとかそういうふうにまあいろいろこう幅広くね使っていくっていうのは全然ありかなとは思うんですけどね。どうですか？まさしくその通りだと思います、はい、特定の例えば僕だったらセラミドって成分が大好きだから、うん、セラミドがっつり入っているってやつをちょっとだけでもお金出して買うけど、他のやつはちょっと抑えるもんなんなら僕はお金使ってないです。そうでした、そうでした。そんな感じなので、はい、自分が求めたいものにはいっぱいお金かけるけど、ちょっと他を節約って別にしてもいいと思うし、うん、そうですよね。あと一つあるのはデパコスでしかできないことの一つとして、はい、カウンセリングがあるっていう。ああ、それありますね、はい、化粧品について全然よく分かってない人が最初に化粧品買おうってなった時に何買ったらいいか分かんないじゃないですか、うん、そこで何か素人知識でドラッグストアで適当にこうやって選ぶよりも、うん、それにこうデパのカウンターに行ってどうこういうの欲しいんですっていうのをプロの方に選んでもらった方が、うん、人の悩みに合ったものっていうのをやっぱり提案していただきやすいとは思います、うん、そうですね。だからメーカーのなんかおすすめ品みたいなのもオープンしてくるようなご利用しされてちょっとね嫌だなと思いますけど、かなりやっぱお肌のこと考えてくださる方もやっぱいらっしゃいますので、そうですね、やっぱその人件費がしっかりかかっているっていうのもそのデパコスの一つの特徴ではありますね、はい、なのでまあいいとこ取りをするのが一番いいっていう私の中の結論、プチプラがいいとか、はい、デパコスがいいではなく、うん、どっちにもどっちでやっぱりいいところはあって、そうですね、なのでそれぞれのいいところを自分のこう肌に合わせてピックアップしていくようなやり方が一番いいんじゃないかなとは思いますね。まさしくその通りだと思います、はい、メイクコスメに関して言うと、はい、メイキャップだとどうしても実際のところの品質は本当にプチプラの求めやすいもの、例えばキャンメイクセザンヌとかのクオリティってめちゃくちゃ高くて、その値段で考えるとめちゃくちゃ高いので、あのレベルの内容のクオリティであれば、はい、確かにデパコスにもあるっちゃ
です。だからメイキャップコスメの場合、プチプラであろうとデパコスだろうと実際の仕上がり感にはそんなに差がなかったりするんですけど。あ、そうなんですね。そう、ただやっぱりこうメイクコスメってこの仕上がりができるものはこのコスメしかないっていうのがやっぱあって、はいはい、クオリティ上は確かに一緒だけど、うん、好き嫌いがやっぱはっきりするじゃないですか。はいはい、キラキララミがしっかりしてたのがいいとか、かなりマットなものがいいとか、はい、そういうのがあるので、例えばこういう仕上がりのものはもうこれしかできないっていうのがもう確保したのがあるので、それを買うのは例えばデパコスのものしかなければそれは買わざるを得ないみたいなところがありますね。なるほど、メイクはやっぱり思考が幅ありますからね、うん、それでも知らなかったです。キャンメイクちょっと一回見てみよう。キャンメイクのかなりクオリティだイタラポラトリーズっていうところが作ってるんですけど、はい、やっぱりメイクコスメとしてのクオリティは非常に高いですね。これはいい情報ですね。メイクコスメって結構原価がかかるので、はい、あ、そうなんですか。 それを隠れ出してるのはやっぱすごいことかな。めちゃくちゃ安いですもんね。めちゃくちゃ安いですね。100円とか700円とかね。ちょっと驚きのメーカーはやっぱりあります。はい、あと一つそのメイキャップコスメとかで言うと、例えばデパコスで1万円ぐらいして売ってるようなコスメと、うん、プチプラで1000円ぐらいで売ってるコスメを実は同じ工場が作ってる時が結構あるんですよ。それって、ね、見分けつけられるんですか。まあ、つけますけど、その例えば製造販売、ただ大きいメーカーだと製版を取っててどっちも自分の会社って書いちゃうケースが結構あるんですけど、はいはい、そうでもないと、例えばこの化粧品って裏を見た時に、はい、こちらの下のところに発売元っていうのと製造販売元っていうのが書いてあるんですね、はい、で発売元っていうのが販売してる会社です、うん、でこの下にある製造販売元っていうのが作ってる会社なんです、はい、で、まれにこの製造販売元と発売元、これは資生堂どっちも資生堂なんですけど、はい、資生堂さんが他社に例えば委託しているっていうケースとかがもしかしたらあるかもしれない、はい、うんうん、そうするとこの製造販売元が別の会社が書いてあるケースがあるんですね。でこの工場が実は同じところだと実は似たような製品を作ってるっていうことがあります。まあ、資生堂さんほとんど資生堂が作ってるんですが、はい、例えばその、まあ、某有名なすごいクオリティの高い1万円ぐらいするパウダーとかを実は同じ工場がすごい1000円ぐらいの価格で、ね、それ見つけたいですね。売っているというケースが実はあるんです。品質は同じレベルだけど、はい、販売の媒体が違っているというものも中にはあります。そういうのはでもパッケージはまず見てみないと。そうですね、ということですね。はい、私も成分とかはね見てもあんまりそこを見ることないので、はいはいはい、ちょっとチェックしてみようと思います。はい、はい、というわけですごい有益な情報ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今回の、デパコスなのとかプチプラがいいのとか、まあ、その話についてはいいとこ取りをしてこうぜっていうことで。ざっくりは出ますね。はい、これで、まあ、以上になります。今回は和之助さんをお招きして美容情報についてディスカッションさせていただきました。和之助さんの情報については概要欄にありますので、そちらをチェックしてみてください。今回2回に分けて和之助さんをお招きしていろいろなお話しさせていただいて本当楽しかったです。いや、こちらこそ本当に参考になりました。はい、いや、ありがとうございます。もう、ね、こんだけたくさん喋れる皮膚科医の先生がいたのか、かつていたのか、いやいや、そのとんでもないです。ただやっぱりツイッターで、ね、知り合って、まあ、本当にすごいですよね、ツイッターって。ツイッター本当にすごい、本当すごい。本当にみんなと知り合える。 YouTube とかだとどうしてもそのチャンネルで、そうですよね、固まってしまうので、はい、それが外に開けるっていう意味では、うん、Twitter みんなおすすめですよ。はい、もうぜひTwitter の方をチェックしてください。ということで2回に分けて和之助さんとコラボさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の動画は以上になります。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ、はい、バイバーイ。